この健康考え方は2006年頃の話ですね。その当時は、アンカバーというか、ベアフ健康しかなかったわけです。そして、ベアフ健康を漢文部に入れますと、すぐに詰まってしまうわけですね。で、詰まってしまうと、もう一回健康を入れる。で、最終的にこれもダメだと、結局は皮膚から出して、経皮ごろ返しをするという。なんていうか、患者さんが非常に大変だったんですが、これね、何個か司会と思ったのが始まりですね。この左の画面が、服のアンカバーフ健康なんです。で、これだと、隙間が非常に大きいじゃないですか。ここから腫瘍が入ってきて、詰まっちゃう、すぐ詰まっちゃうんですね。で、それで困ったと。で、その当時ですね、僕らは、日本ではですが、こういう、このベアフ健康にですね、ウレカンにカバーを巻いとったんです、自分たちで。で、自分たちで巻いて、それをもう一回デリバリーにセットして、それで患者さんに、展開しとった。で、その時ですね、この穴が大きいのが、というか、穴が、網がのが原因だろうと。で、ここをもっと小さくしてですね、こう小さい穴にすれば、もっと、浸潤するのが時間がかかるんじゃないか。そうすると患者さんも無駄な外傷をしなくていいんじゃないかと思いました。で、それで写真がありますけど、この、あい、あの、版画固形ですね。日本語で言うと。版画固形ですね。このウレカンですよ。ウレカンの逆処理して穴を開けるんです。で、小さい穴が開けるんですが、この小さい穴を開けたものを、患者さんに、まあ、使用したと。そうするとですね、今まですぐに止まっておく可能が結構長持ちする。で、その時間穴がこう一個一個開いてるもんですから、ここに分子が、カンカン分子が効いてもちゃんと穴から出ると。胆汁も出るので、カンカンも違い、黄疸も違い。そういう健康が出来上がったわけです。で、これが一番最初ですね。こう拡張するとまあこんな感じですね。結構、穴の大きさが自分でくくったわけですので、だからバラバラになってますけど、まあ、こういう穴を開けることによって、ベアフ健康よりも非常に狂気の予防が出る。で、もう一つは、カバーなんだけど、肝門部に置いて、それで、黄疸も出ない、ちゃんと寛解も起こらない、熱も出ない、ちゃんと家に帰るという健康が、この当時に、まあ、出来上がったというか、その当時に含めました。それが一番最初です。